い、皆さんこんにちは、ヤマジョン TV です。今日はですね、カンファムン広場に来ております。カンファムンからですね、あるところに行ってみたいと思うんですけれども、カンファムン駅の2番出口から出てきてすぐのバス停のバスに乗ってちょっと行ってみたいと思うんですけれども、今日はここから行ってみたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。はい、根本さん、開店おめでとうございます。こんにちは。はい、開店おめでとうございます。はい、ありがとうございます。営業時間は何時から何時までですか？平日は3時から10時です。週末は土日は1時から10時です。はい、はい、じゃあ根本さん、大体もうここでサービングのお仕事されてるってことですかね。はい、サービングしたり厨房行ったり掃除したり、はい、事務したり、はい、全てしてます。はい、はい、それでは根本さんの飲食店オープン記念といたしまして、はい、根本潤 TV でちょっとご飯場食べたいと思います。はい、よろしかですか？よろしいですよ。はいはい、ということで、はい、ということで、はい、じゅんさんにまたね、来てもらいました。はい、はい、こんにちは。こんにちは、じゅんです、はい、今日は根本さんのところの、はい、メニューとかね、はい、食べ物、はい、メニューをね、紹介していきたいと思います。はい、はい、根本さん、はい、食事のメニューで一押しメニューとかござるんですか？ございますか？一押しはね、はい、海鮮チヂミが結構人気があります。海鮮チヂミですね。はい、ちょっとエビが入ってるからちょっと厳しいこともあるかもしれないんですけど、はい、はい、他におすすめメニューってあるんですか？他はね、キムチ豆腐あるんですけど、はい、豆腐の周りに豆腐があって真ん中にキムチと豚肉炒めたやつがあるんですけど、はいはいはい、それも結構美味しい。あ、それをおすすめですね。でうちがお豆腐がね、にがりを使ってない豆腐なんですよ。にがり、にがりを使わずに作った豆腐で、豆腐ってにがりが入ってるんですか？にがりを入れて固めるんですけど、うん、にがりを使ってない豆腐ということで、うん、特許を取ったお豆腐なんですけど、すごく健康にいいお豆腐ということで、それを使わせてもらってます。はい、あとはね、じゃがいもチヂミもこの間の翔さん来てくださって、はい、すごく美味しいって言っていただきました。へー、じゃがいもで作ったチヂミということで美味しそうですね。はい、はい、それもおすすめですね。では早速行ってみましょう。はい、はい、メニューがあります。こちらがネモさんの、ソチュンチュマクのメニューになるんですけれども、海鮮チヂミ、もうチヂミがねメインということで、はい、チヂミがメインでございます。そして後ろにもこういうのが、ここからねちょっと違うんですけど、豆腐キムチ、はい、どんぐりむく、はい、おでん鍋、おでんって鍋じゃないですか？うん、まあおでん鍋ちょっとねつけちゃいました私が。はい、はい、たこ炒め、はい、であとサルコクス麺ですね。はい、はいはい、こんな感じで、これはお昼のランチメニューは、まあ、麺だけなんですけど、これもやってます。どうはないんですか？麺どう、固定固定まで固定までないね。はい、でお酒ですね。はい、マッコリ20種類ぐらいあるんで。え、どんどん酒って何ですか？どんどん酒ですね。どんどんするんですか？そう、どんどん太鼓を叩きながら飲むお酒じゃないです。はい、はい、どんどん酒ってね。マッコリは種類がすごいたくさんありますね。そうなんですよ。
桜島マッコリって何ですか？うん、なんかね、訳すの難しくて、なんかキムチらしいキムチみたいな感じですね。またね、直すかもしれませんけど、とりあえず、はい、とりあえずですね、はい、それから、まあ、こういったピーナッツマッコリとかね、落花生か、落花生とか、トラマッコリもね、ちょっと訳すの難しいんですよね。まあ、こんな感じ、まあ、ビールとか焼酎もあります。はい、豆腐とかもあるんですね。はい、豆腐です。さっき言ってた、にがりを使ってない、はい、すごい健康にいいお豆腐なんですけど、これを使った、まあ、ちょっとね、アレンジした料理があります。はい、メニュー紹介ありがとうございました。はい。はい、今からですね、注文の方をしていきたいと思うんですけど、はい、はい、はい。やっぱ、あれが気になりますよね。じゃがいもチヂミ。はい。じゃがいもチヂミ。肉ジョンって。あのね、牛肉の、ちょっとこう、まあ、フライみたいな感じ。食べていいですか？いいですよ。あ、感謝합니다。그리고、その、なんかあの、豆腐キムチってやつがすごい気になったんですけど、それいいですか？はい。ネモさんもあれだったら一緒に。はい。はい。ありました。あと、ソジュ。ソジュ？はい。ソジュは、キャミソジュ、フレスコ、チョンチョロンと、ジンロウ。そうですね。ハラさん。そしたらフレッシュを、ハラさん飲んでみる？ソジュ？ハラさん。ハラさんってソジュですか？ハラさん飲みやすいですよ。じゃあハラさんで。はい。ではよろしくお願いします。はい。はい。バイトさん、お待たせしました。今日はわざわざコメントありがとうございます。え、とんでもないです。はい、電車とバス乗って3時間50分で、はい、あれ5時間ぐらいかかるんじゃなかったっけね。ええ、そうだよね。うん、あと私仕事中なんだよね。ジュースさん、飲んでください。はい、ハラさんを、ハラさんの焼酎です。え、飲まないんですか？あ、仕事中ですからね。そう、少しだけね。はい、だけアルコール消毒するぐらい。はい、ありがとうございます。オープンに乾杯。いただきます。どうですか？酒ですね。水じゃないね。なんか焼酎っていうよりも清酒に近い感じ。そうだね、うん、ということでね、まあ、1週間経ったのかな、オープンして。17日からですよね。そうね、17、18ぐらいだったんで、まあ、10日ぐらい経ったんですけど、でもこの間、まあ、結構5組ぐらいの方が来てくださって。あ、日本人の、探しお客様が探してきてくださった方とか。へぇ、うん、まあ、ありがたいことにね。いや、本当ですね。はい、その節はありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ、ネモさんも本当喜びまくってますので、はい、はい、なんかあのエプロンが似合いますね。エプロンが似合う？なんかね、このエプロン痩せて見えるみたいで、なんかお腹がぽっこり。これはね、着すぎたかもしれない。いっぱい服を着てないんですけど、ぽっこりバーですね。そうなんですよ。ぽっこりバーということでね、はい、あのマッコリのね、あの大好きな、視聴者の皆様だったら、はい、とても満足できるんじゃないかな。そうですね、そしてチヂミとかもたくさんの種類がありますので、はい、やっぱり韓国のチヂミ食べたいっていう方はですね、うん、ぜひ来ていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。いや、だけどあのチヂミって言ったら韓国ね、うん、あの人たち雨が降ったらそのチヂミを焼く音にね、うん、雨が降る音が似てるっていうことでチヂミ食べる人がすごい多いんですけど、雨の日は、はい、だから1年365日雨を願うしかないね。食べれないよね、でもね、1年もね。まあ、そんなことですわ。はい。はい。お店で使ってるお豆腐は、この豆腐を使ってます。100% 天然豆腐ということで、マンナー豆腐、ね、高脂血症予防とか、凝灰とか、こういったね、にがりを使ってないお豆腐を使っています。そして、普通の麺のね、トップスは、こういったお米でできた麺を使っています。グルテンフリーでね、これも血糖上昇を抑える、そういったね、機能もある麺を使っています。そして、こちらのね、マッコリは、お店では、まあ、味見だけで、販売はしてないんですけども、粉のね、マッコリですけど、これは
お土産に皆さん買っていくことができますのでよろしくお願いします。はい、来ました。これ本当はもっと量あるんですけど、ちょっと今日はあの試しということで。肉のやつですか？はい、これユクチョン、牛肉のねちょっとチョンで、これはジャガイモです。お、本当はもうちょっと量がありますけど、今日はちょっと試しなので少しだけにしました。はい、撮影用ということで。はい、撮影用でね。はい、よろしくお願いします。では食べてみてください。はい、はい、はい、ではではいただきたいと思います。はい、じゃあこちらがね、肉チョン、肉のチョン、肉のチヂミなんですけど、あ、もう肉でも卵を、そうですね、で揚げたって感じですね。はい、これお肉の方は牛肉ですね。牛肉です。はい、はい、ちょっと食べてみてください。このソースを使ったらいいんでしょうか？はい、そうです。はい、ソースをちょっと味を、あ、酢醤油ですね。そうですね。じゃあいただきたいと思います。はい、うん、美味しいです。大丈夫？うん、お肉を卵でそのフライするっていうのは初めての試みなので、なんか、なるほど、美味しいですね。うん、そうだね、普通焼肉多いけど美味しいです。うん、はい、じゃあ次じゃがいもいってみますね。カンジャチョン、じゃがいものチヂミになります。はい、いただきます。はい、うん、美味しいです。サクサクしてまして歯ごたえがあって美味しいですね。うん、マックみたい。うん、ハッシュポテトをちょっと平べったくした感じかな。なるほど、美味しいです。はい、美味しいです。私もいただきます。うん、大丈夫だね。うん、うん、美味しかった。うん、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 この間あの池上と少女さんもこのジャガイモを食べられて、美味しい、美味しい、美味しかったって。芋美味しい、肉も美味しいよ。美味しい。うん、でこういうのをつまみで食べながら、まあお酒を飲むって感じですね、みんなね、ここで。うんうんうん、はい、ありがとうございます。おはみだ。はい、来ました、お豆腐キムチです。肉で豆腐を挟んで食べるって感じですか？この肉とキムチを豆腐に乗せて食べる感じ。はい、はい、でこのね、このお豆腐がさっき紹介したにがりを使ってないお豆腐で、健康にいいお豆腐なので、じゅんさんどうぞ。いただきます。じゃあ肉とこんな感じで食べたらいいんですか？そうですね。うん、美味しいですよ。ちょっとさっぱり食べれるよね、うん、お豆腐があるからね。うん、なんか豚肉から炒めに豆腐を乗せて食べてる感じです。うん、お豆腐はどうですか？豆腐美味しいです。さっぱりしてて美味しい。うん、普通の豆腐とあんまり区別つかないでしょ。このお豆腐だけもあの別にお土産で買いたい人は4000円で売ってるんですけど、うん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 、なんかソフト麺って感じですね。そうだね、豆腐が柔らかくて。うん、そうだ、忘れてた、キムチチェック、ネモさんのキムチチェック、自分で見せるのやつの。うん、はい、ネモさんのキムチチェックがやってまいりました。はい、はい、自分のお店のやつを食べるとは思いもやりませんでした。ではこの西村佐久間さんどうでしょうか？うん、このキムチはネモさんがつけてるんですか？いえいえ、これは買ってきてます。ここはね、少しだけ酸っぱみがある感じで、あんまり辛くはないキムチになってます。はい、はい、ってことですね。ありがとうございます。はい、この芋、あれだね、塩でかけても美味しいかもね、やっぱり。あ、これ美味しいですよ ね、 ね、あのもし視聴者さんで日本から来られるお客さんで、あの一人で来る人も結構いるんですよ。うん、でやっぱりメニューでね、ちょっと量出てくるとちょっと多いと思うので、言ってくだされば一人分用で準備するので。そう、値段も、値段もちょっと下げて。うん、うん、いいですね、そうやって融通聞いてくれるの。はい、まあそういうふうにあの私行ったらしますので、ちょっと水曜日休みもらおうとしてるので、水曜日はいない可能性があるので、そこを外してもらってね、ぜひ来てください。はい、ということで、はい、今回はじゅんさんにですね、私の勤め先がオープンしたということで、はい、来ていただきまして、ちょっとまあお客さんいませんけどね、まああの多い時は結構埋まるんですけど、今日はたまたまね、今でよかったんですけど、
いや、美味しかったです。よかったです、うん、お酒とチヂミを堪能されたい方はぜひ、はい、ここのネモさんの勤めてる飲食店の方に来られてください。はい、で一応ですね、あのトイレの方が中にありませんので、はい、トイレ行きたい方は、市場の方に出られてあります、はいはい、市場の中の共同のトイレになりますので、その辺はちょっとねご不便かけますけども、よろしくお願いします。ちなみにトイレットペーパーは、はい、あのトイレ入る前に置いてありますので、それからぐる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 っと取っていただいて、はい、用を足すっていう形になりますので、はい、よろしくお願いいたします。この間初めて見たって言った日本の市で外にあるやつ初めて見たって言った。いや、それ初めてでしょう。そうかな、もうないですよ。そうだよね、もう、まあ、ちょっと田舎臭いんですけど、ちょっとね、もう髪もねトイレの中に捨てれないという、便器の中に捨てれないという、韓国独特のね、はい、あの仕様になりますので、はい、まあ来られた方はびっくりされないで、はい、まあ、トイレの方をしていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。ということで今回はジュンさんに、お店来ていただきまして、はい、ちょっとね紹介させてもらいました。はい、はい、水曜日ちょっと休みがあるのでね、ちょっといないかもしれませんけど、違う曜日ならいますので、はい、ぜひね、来てみてください。はい、はい、では失礼いたします。次回動画でお会いしましょう。さよなら。